医療事務、医療秘書とはどんな仕事でしょうか。病院では欠かすことのできない仕事の中身や魅力について紹介します。医療事務や医療秘書の仕事は、医療費の計算と領収事務やレセプトの作成などの保険請求事務を正確かつ的確に行います。また受付や医師、看護師のサポート、物品管理など幅広い業務も担当します。働く場所として病院やクリニック、薬局など様々です。と言ってもただの事務職でしょと思った方、大間違いです。医療事務に必要な知識とレセプト作成の能力を証明する資格に、診療報酬請求事務能力認定試験があるのですが、全国平均の合格率は 30% 前後と難易度が非常に高いです。ですから専門学校でしっかり学ぶ必要があります。高い能力の持ち主がいて初めて病院が成り立つんですね。ちなみに京都栄養医療専門学校の取得率は 83.3% と非常に高い水準です。医療事務、医療秘書の魅力って、1、勤務時間が安定しているから仕事とプライベートを両立できる。医療事務スタッフの勤務時間は診療が終わる夕方頃までが多く、残業や夜勤は少ないところが比較的多いです。勤務時間が比較的安定しているので、プライベートをしっかりと充実させることができます。 2. ライフステージに合わせて一生の仕事にできる。医療事務スタッフなら広くライフスタイルの変化に合わせて働き方を柔軟に選ぶことができます。例えば卒業後すぐにフルタイムの正社員として、その後は自分の生き方に応じてパートタイムとして働くことも可能です。 3. 患者さんを支えるお仕事だから笑顔と感謝をもらえる。医療事務スタッフのお仕事で何よりも大切なのは患者さんを思いやる心。その心を持って仕事に取り組めば、患者さんから笑顔と感謝をもらうことができ、大きなやりがいとなります。 4. 必要な資格とスキルがあれば全国どこでも働ける。医療事務スタッフの資格とスキルは医療機関であればどこでも通用すると言えます。しかも病院やクリニックは日本全国にあるので、引っ越すことがあっても安心して職場を選ぶことができます。 5. 景気に左右されにくく安定した求人がある。医療事務スタッフは一般企業の事務と比較すると求人・給料が安定しています。景気に左右されることも少なく、どんな時代でも就職に強く長く働ける職場といえます。どうして京都栄養医療専門学校がおすすめなの？それは大規模な大学病院や総合病院への就職にも強く、就職サポートが在学中はもちろん卒業後も生涯にわたってサポートを受けられるからです。就職先の実績はもちろん、難易度の高い専門的な資格検定を目指せます。加えて京都栄養医療専門学校では第一希望の就職先事業所への就職をサポートする制度があります。整ったシステム、環境に加え、京都栄養医療専門学校が誇るキャリアアドバイザーが学生一人一人をきめ細やかにサポート、第一希望事業所への就職に導きます。また在学中だけでなく、卒業後も就職活動などのサポートを受けられます。いかがでしょうか。ぜひ京都栄養医療専門学校に入学して安心できる将来を目指しましょう。オープンキャンパスや個別相談を随時開催しておりますので、概要欄からチェックしてください。ご視聴ありがとうございました。